なぜ我々には二つの目がある。そうまだ終わってないというのに。君はサインマンのいる技術棟にたどり着く方法を見つけ出さなければいけない。ああ元気を出せ。冷静は欲しい。今日私は女神と昼食を共にした。彼女はこう言った。スタインマン、今日はあなたを平凡という名の圧迫感から解放してあげるために来た。あなたに見せたいのは美しさの新しい定義よ。それは一体どういう意味だと私は聞いた。シンメトリーよスタインマン、シンメトリーをどうにかすべき時に来ているの。男というのは自分の勢力について不満を訴える。私は連中をふにゃふにゃにすることもできる。まったく、看護師を呼んでくれ。
インマンと彼女が私に呼びかけた。スタインマン、ここにあなたの求めているものがあるわ。目を開けてみて。そして彼女を見た途端、私は史上の美に圧倒された。なんだ女神、侵入者だな。醜い奴め、醜い醜い醜いだ。ひどい兄様だな。実に素晴らしいですね、ドクター・スタインマン。ドクター、こうして見てみると彼女の顔がたるんでいるのに気づいてなかったな。メス、なぜメスだ。彼女はシワ取りの予約はされてません。いいからここに来て。ドクター、やめてください。ドクター、やめてください。外科手法を呼んできて。外科手法をすぐに。馴染みの光景だな。この子たちは傷つけさせないわ。大丈夫さ、もう子供なんてもんじゃないさ。テネンバウム博士が世話したからな。お願いだから乱暴しないで。慈悲の心はないの？これは驚いたね。最初に彼女たちを化け物に変えた本人からそのような説教をされるとは。君が彼女たちを化け物に変えたんだろ。いいか聞くんだ、君は奴らが持っているアダムなしでは生きられない。それともあのテネンバウムの作り上げた小さな化け物のために自分や私の妻とこの命を犠牲にしようとでも思うか。これを。他にも手はあるわ。これを使えば苦しみから解放される。損はさせないようにするわ、絶対に。
ありがとう。本当にありがとうね。正しいと思える道は容易ではないわ。報いは時間とともにゆっくりと見えてくるものだ。辛抱して。テネンバウムは君を騙しているんだ。あいつらは小さな女の子に見えるだろう。でも見た目に騙されてはダメだ。君が生き残りたいのならアダムを手に入れろ。もし君がまたギャザラーガーデンマシンを見かけたら、必ず新しいプラスミドを一つか二つ拾っておいた方がいい。もちろん手に入れられる場合だが。ミスター B。 非常通路までもうすぐか。すぐにそこを通り抜けてくれ。ライアに目をつけられているようだ。君とやった足音は聞こえないが、近づいてきてる。米中が違うもの、自由市場、自由市、そして自由市場。私は医者だぞ。貴様みたいになった奴は大体そうするんだ。警報解除。
ご協力感謝します。どうやったかは知らないがよくやったな。これからポートネプチューンまで来てくれ。君と会えるのを楽しみにしているよ。